はい、皆さんこんにちは。ひなです。たかです。エリキブログです。以前の動画では国際結婚の大変なところについて話しました。いろいろ話した結果、そんなに大変じゃなくて、ということで今回は国際結婚をしてよかったと思う部分だね。なんか意外といろいろあった。だから皆さんにちょっとおすすめしようっていうことで1個目はお互いの実家に帰ることがお互いにとっての海外旅行になるっていう。例えばもしさ、2人がさ、シンガポールとかに住んでてさ、じゃあ日本の実家に帰ろうとかドイツの実家に帰ろうってなった時にはお互いにとっては海外旅行になるから、まあ、それはまあメリットだよね。まあこれデメリットになるかもしれないけどね。お互いの実家に帰ることがすごいお金かかるっていう、これは裏返しかもしれない。そう、あとは国際結婚は、うん、まあ2人のことだけじゃなくて、はい、私たちは子供を産んだらベイビーちゃんね、バイリンガルベイビーちゃんそうだからバイリンガルになる可能性もあるし、基本もうベースでさ、ポコッと生まれたらさベースって日本語とドイツ語は多分喋れるわけじゃない。日本でもし産んだらドイツ語学校に通わせるでしょ、で逆にドイツで産んだら日本語学校に通わせるでしょ、うん、だから日本語とドイツ語は、まあ、小学校入るぐらいでは喋れるようになってるんじゃない。でプラス英語も教育していけばトリリンガルだよ。生まれながらにしてトリリンガルって相当最強よ。あと私たちの中で子供を産んだら可愛いんじゃない？もうレナに似たら男の子だったらまあ俺に似ても最悪こう身長大きいし、ね、まあガタイがカッチリしてるからいいけど、女の子で生まれてタカの顔、俺の顔で顔でかくて目ちっちゃかったらもう最悪よもうそれはね、生まれた子供にすまん謝るしかない男の子でトリリンガルで180センチ、顔がちっちゃくて10頭身ぐらいの、タカがもうレゴブロックみたいに言うものを作ってるいいところだけを2人から取ってこうカチャ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 と組み合わせてカスタマイズして作るちなみにその子供が後でドイツのパスポートか日本のパスポートとかも選べれるよ。20歳になるぐらいの時に選べるもんね、子供はね、うん、まあでも日本とドイツって言ったらさ、もう両方とも正直パスポートの強さは最強なわけじゃん、うん、世界1位2位のレベルだから、だから最強のカップルよ。要はパワーベイビーだよ。最強パワフルベイビーが生まれるよ。で俺とレナの子供だからめちゃめちゃ喋ると思うよ。おしゃべりクソ野郎が生まれてくるよ多分やめた方がいいよ。あとは楽に2つの国から、うん、あの住みたいところを選べれる。確かに住めるエリアが広がったね、うん、そう最強じゃん。であとはどこに住むかによってその住むところの文化が体験できる。今日本にタカと一緒に住んでていろいろ日本の文化を体験できる、うん、代わりにタカがドイツに来たらタカがドイツの文化を体験できる。逆にタカなんもないの、うん、いやめちゃめちゃあるよ国際結婚のメリット。まず財布が管理されない。よく管理した方がいい気がするよそれはね正解よくさ、まあ、俺の、まあ、会社で働いてると同僚とか先輩とか、まあ、奥さんからお小遣いもらってその中でやりくりしてるっていう人がもう多分半分以上いるんだけど、まあ、ここはね、まあ、日本の文化じゃないんで、多分ドイツはそんな概念ないよ。そう、まあ、奥さんは奥さんで自分で稼いだ金を自分に使う、で男性は男性で使う、でお互いに、まあ、口座作っといてそこにお金を入れて夫婦のお金として運用する、うん、私の経験の中で、うん、まあ、そのパターンもよくあるけど、うん、他には本当に全部のお金を一緒にしてそれを全部もう仲良く全部決めましょうみたいな。まあでもこの財布を管理されないっていうメリットはかなり大きいと思う。レナから反対されたとしても自分のお金っていうところがあるから買いやすいよね。反対されたとしてもそうだよ。だから家にいらない筋トレマシンがあるよどんどん増えていくまあでもそこはあの私は怒らないことが、まあそうだね、それはそこが国際結婚じゃないよ。確かにそこはもう人としてかもしれない、ね、レナが優しいのかもしれない。待って、優しい優しい調子に乗るなよまあでもお金に対して厳しくないっていうのはすごい俺からしたらメリットかな。いやでもなんかその女性が子育てをして仕事をしない文化とかも日本は強いでしょ、うん、平等のお金稼ぎとか、うん、そういう考え方があるから、まあ日本も今変わってきてるけどね。別に子供産んでからも会社に戻ってきてバリバリ活躍してる人も俺の会社にもいっぱいいるし、どんどんそういう人が増えていくっていうのは男性にとってもいいし女性にとってもいいしね、うん、まあ、社会にとってめちゃくちゃいいことだよね。そうそうそう。ちなみに一個文句があるよ私に
Yes。 私がよく使ってるね、会社で、うん、まあ、嫁外国人だからなんか病気になって病院に連れて行かなきゃいけないよみたいな言い訳のなんかそういうのはあって、それはメリットだね会社で言い訳に使えるっていう、いや嫁外国人だからそういうのが理解できないからダメ無理ですみたいなのが私を使ってるそれはいいじゃん、私別に何もない言ってないし一人で病院に行けるし、内緒内緒内緒会社の人見てたら俺全部バレちゃう、内緒内緒そういうのはそれは外国人を嫁に持つ僕のメリットかもしれないね。でしかも会社の人もああしょうがないよねって言ってくれるし、理解ある同僚とか先輩だからね。それ新卒で働き始めた時はよく使ってたけど今はねもう全然使ってないです。でもその観点で言うと仕事の面ではかなり国際結婚のメリットあるよ。何？そのお客さんと話すとか初めて話す時とかも、うん、そのスモールトークとして嫁が外国人なんですっていうネタをよく話したりするあ、そうなの？そう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 。で、なんか聞かれる。だからそのスモールトークでこう、わーっと仲良くなってその後仕事がしやすくなったりとか。でもなんかさ、こう初めて会う人でもさ国際結婚してるってなるとやっぱりおーってなるじゃん。はあ、だって周りにあんまいないもん。かっこいい感は出るってこと。あ、そう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 、マインドセットがひどいし、そうそうそう、あ、仕事英語も喋れそうだし、そう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 、インターナショナルだなーっていう仮に仕事できないとしても仕事できる風に見えるじゃん、ビシッとしとけば海外のお嫁さんがいて英語もいけるんですよとかって言っとくと、あー、もう嫁さんもドイツ人だしねっていう、もう爆上がりを買う。そうなんだね、ありがとうございますそう、ありがとうって言ってちゃんとありがとうございます、感謝感謝もう一点だけだけど、うん、うん、あの、国際結婚だから、うん、もう一個の言語を学ぶチャンスだよ。あー、確かにね、確かにねって言われたくないよドイツ人。もともとさ、出会った時からさ俺は英語と日本語がある程度喋れたじゃん、うん、日本語がある程度さ日本語がある程度だし違うよ、ある程度喋れる英語がある程度喋れたじゃんで、レナと結婚してドイツ語を学ぶチャンスはね、ただなかなかその一歩がね何回か挑戦してるんだけどね。いや、ich kann Deutsch sprechen。 そう、ich kann Deutsch sprechen じゃないよ、いや、もう一回チャレンジしてください。そうだね、おしお願いします、気持ち入れてください。あ、だからレナがドイツ語で俺に喋りかけてればいいんじゃない、毎日朝起きてから寝るまで。 OK、 で、まあ It's not Deutsch mit dir. This is okay. I have kein Problem damit. Was? はて？はて？Was? 全然わかんなかった今。そうだよね。まあ本当にいろいろ国際結婚でいいところありましたね。ありますよ。はい。まあデメリットよりメリットの方が多いよね。まあだから今一緒にいるっていうのはあるけど。今のところ、今のところね、今のところね、なんか次の動画は LT ブログ離婚チャンネル、離婚の危機中心最後の動画やば、この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録まだの人もチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。